皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。初めての方は、はじめまして。いつもご視聴ありがとうございます。ハンナミレイです。カジュアルプロモートパート4、円数字や始めます。毎回パートごとにコースを変えてやっていこうという決まりはないんですけど、今回もね、違うコースを選んで、プレイしたいなと思います。今回はこちらのコースをやっていきましょう。まあマシン選択も重要な項目であるということで、プレイヤーのモチベーションに直接関わってくるということで、非常に慎重ではないかなと思うんですけど、まあ懲りずに私は今回もこれをこちらのマシンを使います。まあ同じマシンによる構図がマンネリ化してきたら少しね、考えなければいけないなとは思ってはいるんですけど、まあおいおい考えていきたいと思います。さあこちらのコース、全面グラベルということで、まあ特徴としてはね、まあ R のきついコーナーがいくらか存在しているという点と、アップダウンにどう対処していくかという点ではないでしょうか。さあ AI とサシでのレースになります。第1戦目頑張っていきましょう。
やりましたよ。いやたまらないですね、心臓に悪いです。やはりあの上り坂の S 字のカーブがあるんですけど、アクセル開け始めの、両輪同時のそのトラクションの効き始めに、生じるそのアンダーが非常に禁物かなと。なのでまあかなりねどう対処していこうかなというのは頭から離れなくてですね、緊張しました。まあ第1戦目終了ということで、なるべくならですね、そのあまり波をこう大きくしたくないなっていうのもあるんで、そこまでね大きな失敗はさせたくないなっていう気持ちでいっぱいです。さあ2戦目突入いきましょう。
簡単には譲ってくれない感じの、まあ、強さですよね。さすがです。まあその気をつけなきゃいけないポイントと、まあ、そうでないポイントとのギャップがあまりないので、まだその辺は救いかなと思うんですけどね。いやどうしても欲しいな、サバンナ。あまり気持ちばっかり先走ってしまって、次々ね駒を進めてしまうと失敗に終わってしまうということが多いので、そうですね、じっくりね行きたいですよね。まあそのターンインしてからコーナーの R に沿って徐々に用を形成しつつ、リアアウトにうまく流して持っていくのが理想なんですけど、なかなかねうまく思っているようにいかないです。さあ行きましょう。さあ3試合目、
これは一体って感じですよね。まあ残念です。まあ負けは負け、結果は結果ということで認めるしかないですね。いや非常に悔しい。比較的最初の大きめの R を描いたコーナーもまあ癖もんなんですけど、一番最後のね、コンパクトなコーナーありますよね。あれもちょっとね厄介なんですよね。さあ焦りだけがもう募ってきますね。ため息しか出てこないです。さあもう一頑張りいきましょうか。
いや、散々でした。もうボタンは押し間違えるし、リバースしちゃうし、見る影もなかったですね。惨敗。いや、サバンナ早かったな。まあ接触は最小限にとどめたつもりなんですけど、なんかそれがあだとなってかえってね、フラフラした走行になってしまったかなと。もう最後はもうほとんど疲労ですね。言い訳ですけど、まあ本日のレースはここまで。さあ続々、コースがアンロックされてますね。まあ、たかが1台とはいえど、まあこの1台ですからね。わかりました。さあ、そうですね。まあちょっとコメントするにもうまくできそうにないので、そうですね。まあこんな感じでですね、今回は走行中もただひたすら喋ることもなく、コメントすることもなくやっていましたか。ちょっと次回もね、こういう感じになってしまうんじゃないかなと思います。まあ結果良ければいいんじゃないかとういうわけで、まあなんとか次回にうまくつなげられたんじゃないかなと思います。今回も最後まで、ご覧いただきましてありがとうございました。お時間となりました。お相手はハンナミレイです。それでは失礼します。